こんにちは、ゆうのです。今日はね、久しぶりに秋葉原周辺に来ております。はい、ということでね、久しぶりに、ぶらり旅、旅ではないけど、ぶらり歩き、動画でもね、撮ってみようかなと思っております。はい、まあね、今日はちょうどね、ホコ天始まりましたっていう感じでね、何やってんのこれ、客引きのなんか、行列みたいのがね、できてますけど、はい。まあ、あんまりね、秋葉に用事があってというわけでもないんですが、はい、なのでね、まあ、ちょっと今そこからね、まあ、お茶の水の方にね、ぶらぶら歩きながら、スナップでも撮りながら歩いて行ってみようかななんて思っております。はい、って感じでね、秋葉の中央通りはいろいろ混んでおりますので、はい、裏の方、こっちは何だっけな、昌平橋かな、はい、の方にねやってきてみました。はい、まあね、ぶらり旅ね、何でっていうところなんですけど、はい、Z30 とね、DX の1650の、お手軽コンビでね、はい、ちょっと撮っていこうかなと思います。これね、はいはい、このコンビね、これで撮っていこうかななんて思っております。いや、でもね、秋葉のこの辺来たのね、本当に久しぶりなんですよ。もう1年ぐらいは余裕できてないような気もするんですけどね、なんかこんなね、でっかいビル建ったのねみたいなね、そんな感じでちょっと驚いてはいるんですけれども、はい、ちょっとね、この辺もね、何枚かスナップ取れたらなぁと思っております。ここはね、昌平橋のね、真上に立ってる感じですけれどもね、はい、まあね、これ反対型のね、肘橋の方から、上からね、写真撮るっていうのは有名な話かなと思いますけど、案外ね、この下から撮るっていうのもね、いいんじゃないのかな。はい、まあ、あんまりね、電車撮ることもないんですけど、まあこの辺はね、まあスナップの一環でね、ちょっと撮っても面白いかなと思います。はい、橋のね、反対方に来てみましたけど、はい、今ね、ちょうど丸の内線かな、はい、神田川のね、上をこう越えて池袋方面にね、走っていきましたけど、はい、この辺もね、まあ有名なのかな、はい、結構撮影スポットかなって思います。はい、という感じでね、はい、今ね、はい、この辺におりますというとこだけど、どこから行こうかな。はい、まあね、これまっすぐ川沿い登っていくとお茶の水すぐなんですけど、うん、ちょっとね、横にそれて神田明神の方からね、歩いていってみましょうか。はい、はい、ということでね、少し、歩いてきましたけど、これね、この先すぐ神田明神でございます。はい、まだね、この辺から路地抜けていくとね、まあ、秋葉原のね、裏のお店が見えるというような位置関係になりますけど、はい、神田明神をね、行ったことある方いらっしゃいますかね。はい、まあね、お仕事の、神様っていう
言い方で合ってるのかわかんないですが、はい、年始になると、いろんな企業さんがね、初詣に、来るので有名な場所になっております。はい、この坂をね、登ると神田明神の入り口っていうのかな、はい、に着きますけれどもね、まあ久々にね来たんでね、ちょっとお参りでもしていこうかなと思っております。まあ、この辺もね、まあ、カメラ持って歩くといろいろ写真撮る場所あるんでね、はい、結構おすすめだったりします。まあね、あの秋葉に来るとね、賑やかなところをイメージする方が多いかなと思いますけど、案外ねちょっと離れると全然人いなかったりするので、週末にね来ても結構、写真もね撮るにはねおすすめな場所なんじゃないのかな。まあ、いかにも秋葉みたいな写真をね撮るには人混みと戦うしかないんですけど、まあそうじゃないよって、なんかちょっとねフラッとしようかなっていう時も案外いい場所だったりします。まあ、この道路もね、これあの秋葉が1時過ぎると歩行点になるんでね、なかなか直進で走ってくる車もいなくなるんで、まあ、その辺もね写真撮るのに、まあ、適する条件なのかもしれません。はい、とまあブラブラ喋りながら歩いてきましたが、はい、こちらがね、はい、神田明神になりますよ。はい、ということでちょっとね、はい、こんな感じでございます。ちゃんとね一礼して入りましょう。ということでちょっとねこのまま神田明神に行ってこようかなと思っております。ここもね結構ね写真撮りたくなりますよね。うん、ということでちょっと撮ってきます。はい、神田明神をちょっとね立ち寄りまして、じゃあね、このままお茶の水のね駅の方に、行こうかなと思います。まあ、せっかくなんでね、さっき、電車をね下の方から見ましたけど、昌平橋の方からね見ましたけど、まあ、せっかくなんで、聖橋の方をね行ってみようかなと思ってます。そこからまっすぐ聖橋の方にね向かっておりますというとこなんですけど、まあ、これ左がねちょっと特徴的なこの壁がありますけど、はい、なんだっけ、湯島聖堂でしたっけ、はい、それがねちょうど、この奥にねございます。はい、湯島聖堂、はい、こんな感じね。はい、ここもね人そんなに、いないので、ボート、来るにはねいいんじゃないかななんてね思う場所の一つです。はい、ということでね、まあ、名所にね到着しましたよというところですね。はい、今日もね写真撮ってる方いっぱいおられます。今ちょうどね
総武線がね橋を渡ってこっち来まして、下に見えるのが丸の内線のね、線路になります。で今電車いないですけど、あと中央線がねこういるというところで、まあ一日に何回かこれがタイミングよく重なるようなね、タイミングがあるんだと思うんですけど、はい、そこをね、まあ、狙う方も多いんじゃないでしょうか。ああ言ってる間にね今オレンジのね中央線来ましたけども、はい、やっぱねこれ喋ってる間に、丸の内線がひょいとねこう顔出してくれたりするとものすごくタイミングがいい話になるんですけど、なかなか厳しいかな、はい、もうちょっとだけ待ってみましょうか。はい、はい、やっとね来ました。はい、お、これは両方同時に来るというなんともタイミングのいい映像が撮れたんじゃないでしょうかね。おー、これね動画撮ってるからこのタイミング写真シャッター切れてないんですけど、まあねそれは笑い話でいうことにしましょう。はい、お、なんと珍しいのは船がね通るというね、なんともレアな写真に、写真じゃないね動画だねになったかなと思います。というところで今日のね、ちょっとぶらり旅は、秋葉原から、神田明神経由で、お茶の水までということで、ここねお茶の水平均前の、聖橋の上でね以上にしようと思います。はい、まあちょっとね途中差し込む形か後ろにくっつけるかはまだ決めてないんですけど、写真をね、何枚かまたくっつけていこうと思うので、まあ、Z30 とね、まあ、標準キットでついてる、1650のね、レンズね、この組み合わせ、リーズナブルな割には、非常にいい写りをする組み合わせですので、ご参考に、ね、していただければと思います。はい、まあ、動画のね動画をしなキットではあるものの、この子たちはね非常にスナップシューターとして、私の中で大活躍しておりますので、はい、そういうねご紹介参考になれば幸いでございます。ファインダーのないカメラもね撮り慣れちゃうとね意外といけますよということもねちょっとね最後に付け加えておこうと思います。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。